NHK 千葉放送局は日本放送協会の地域放送局。千葉県内向けに FM 放送を行っている。AM 放送、地上テレビジョン放送は関東広域局扱いとして NHK 放送センターからカバー中継されている。NHK 千葉放送局、旧放送会館建設途中の原曲社会局以来使用されてきた足利の 局者が設置から40年を迎え、施設の境外及び老朽化のため、2004年に千葉市役所と千葉都市モノレール走路を挟んだ斜め向かい、南側は千葉県赤十字会館にあたる場所を購入。2011年12月に局者移転を行った。2009年12月に起工式を取り行った後、局者の建設工事が行われ、 2011年7月19日に春工式が取り行われた。その後、同年12月5日から新局社の業務を開始し、12月10日から一般公開が開始された。なお、旧極社跡地は新昭和に売却した。この新局社は免震システムを採用している。これは、やはり新築移転した横浜局同様。 渋谷区の NHK 放送センターが大規模災害等により、機能不全に陥った場合に、取材集約拠点として位置づけられたこととも関係する。2003年頃、局内で地域密着を図るための策を考えていたところ、地元の特産物、落花生をモチーフにしたキャラクターを作ろうという意見が上がり、局内でも評価を得たことから誕生した。 各放送局の独自マスコットの中では地元で高い評価を得ている部類に入ると言われている。喋ることができないため生きた感じがしないことが難点ではあるが、公式ツイッターを解説しており、そこでは独特の口癖でつぶやいている。なお、この落下星人に関しては NHK の広報番組などでも取り上げられており、2006年11月にはテレマップで、 局の取り組みとともに紹介された。コールサイン、ジョンプ FM なお、宮間 FM 放送所は、千葉テレビ、ベイフムと共用。NHK 放送センターの中継局扱いとなっている。出力3ワット以上の中継局を掲載。3ワット未満の中継局情報は、NHK 千葉放送局公式サイトを参照。NHK 放送センターの中継局扱い。 全中継局が2011年7月24日に運用終了。今日に至るまで FM ラジオのみの放送を行っており、以下はすべて県域 FM 放送番組。FM 放送以外は県域放送を実施していないことから、それを補完するため、同局公式サイト内にインターネット放送局、千葉インターネット放送局を開設。同局キャスターによる季節の話題。 番組のお知らせ東京の首都圏放送センター制作のニュースの中から千葉県関連のニュースの再配信を行っている。ありがとうございます。